方も結構おられるかもしれませんけれども久しぶりにニコニコ生放送でこの番組が復活するということになりました、まあ、ニコニコさん大変でしたね七尾さん七尾さんもう何も言えないというもう口をもうほとんど、えー、閉じてるんですけど、まあ、あのこれ何ヶ月ぶりですかねヶ月 2, 2ヶ月ぶりか二ヶ月ぶりぐらいですよね まあその間 YouTube だとか別なもので配信はしてたんですけど、まあ、本当大変だったと思います、えー、今日はですねこのまさにニコニコさん、ドワンゴさん、角川さんが被害に遭ったサイバー攻撃のことを、まあ、番組であの皆さんといろいろとお話をしようと思っていたんですがまあ本当にあのびっくりびっくりのですね、まあ、総理大臣、えー、午前の記者会見で、えー、総理 次期総裁選に出馬をしないということが発表されまして、ですね、まあ、もう国会というか、ほとんど今、国会は、ね、皆さん、地元に戻っているんで、ほとんど誰もいないんですけど、えー、僕はこのお盆、ずっとこっちにいましたんで、東京にいましたんで、まあ、すぐその総理の会見をまず党本部に、急遽宿舎から党本部に来て、 そして党本部の代表室で会見を見てそしてその会見の、まあ、質疑応答の最後まで見なかったんだけども質疑応答の途中まで見た後に、まに、あ、もう大体しゃべっただろうということで、えー、党本部の5階に移って、えー、そこで、まあ、いわゆるぶら下がりというのをやってですねそれがあの今日7時の NHK ニュースとかそれ以外の時間の NHK ニュースにも出てたんじゃないかなと思います。 まあそういうことで僕もまあ話をしたわけですけどまあ本当驚きましたねえ総理次の総裁選に出るんじゃないかということも言われていたし、まあ、国連総会なんかにも一定という話でしたどういうふうに日程設定するんだろうってあったんですけど、まあ、結局この日程,日程自民党総裁選の日程設定がなかなか進まなかった理由もこの辺にあるのかななんていうのは今になってまあ分かってきてるというか本当かどうかも分かんない話なんですが。 でですね、今ここにあのこれ総理の会見の原稿があるんですね、原稿というかあの喋った中身ですね、テキストがあるんですけど、ちょっといくつかまあ気になった点をですね皆さんと振り返りたいなと思うんですね。まああの最もわかりやすい最初の一歩は私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には出馬いたしませんと、まず冒頭こういうふうに言って総裁選を通じて選ばれた新たなリーダーを。 一平卒として支えていくことに徹してまいりますと。で、これが最初に来るんですね。で、あとでそこのそのなぜここに考えが至ったかというところで言うとですね、あのまず今回の事案が発生した当初から思い定め心に期してきたところでありという言い方が出てきます。この今回の事案っていうのは政治と金なんですね。 まあそしてて旧統一教会のことも出さまざまな実績を述べた後で他方でこの間旧統一教会をめぐる問題や派閥の政治資金パーティーをめぐる政治とカネの問題など国民の政治不信を招く事態が相次いで生じましたとそしてまあこれについてこれが発生した当初から思い定め心に寄してきたことでありますということを言っていた。 ととなるとやはりこの旧統一協会の問題やそして政治とカネの問題裏金の問題っていうのはこれはある意味自民党の歴史の中でもやっぱり総理としても実は相当やっぱり重たいものだと考えていてこれは無傷では済まないということは、まあ、当初からやっぱり認識していたということですよね。今のコメントであの、ね、実は総,理総裁選に もう出られなくなったからじゃないのっていうコメントもありました。まあそれもあるかもしれません。まあいろんな要因あるんですけれどもね。はい。まあそんなことでまず総理は相当この政治とかでやっぱりダメージを受けていたということはあったと思います。そしてもう一つですね。あの政治家としてやりたかったこと、そしてやるべきこと、これをしっかり今一度しっかりと整理をし、そして方向性を示すそれだけは。 総裁選挙から撤退するにあたってもしっかり示していくそういった政治家の意地みたいなものはありましたって言っていて、えー、例えばエネルギー手当を復活させたことだとか旧優生保護法での対応直接の謝罪,謝罪とか佐渡金山の世界遺産への登録 NATO サミットへの出席などですね、まあ、こういうことを 総理は最後政治家としてしっかり整理をして総裁選はもう撤退すると頭では考えていてもここは最後維持としてやりたかったと言ってるわけですねだから結構やっぱり以前からあるタイミングでのこの辞任っていうのを考えていたんだということがこれ伝わってくるんじゃないかなと思いますただあの僕が意外だったのはこれねちょうどこのシーズン8月の6日広島の原爆の日。 9日長崎の原爆の日、まあ、そして15日明日がこの戦没者の慰霊の日ですね終戦の日ですそういった意味では岸田総理がこの政治家としてやりたかったことそしてやるべきことの最後の部分のところには実は核の問題というのは出てこないんですね。まあ、広島ののの出身の総理ととというここで、まあ、核兵器のことは随分 まあ思いを持っているかなと思ったんだけどもそこにはこの核の問題というのは出てこなかったというのは私は一つまあああおっというふうに思うところでもありましたあともう一つはですねこの政治と金の問題をめぐってということで総理は一生懸命やったということを言うんだけどもその言っている総理の3つというのはですね派閥解消、成倫審への出席パーティー券購入の公開上限引き下げ でこの3つなんですねでこの3つなんだけどもうんこれねあの国会で僕らが政治改革を議論してきたものの中で言うと全部ある意味こう自民党の中で収まることというか、うん、対国民という意味で本当に国民が望んでいる改革案ということではなくだって派閥解消っていうのもそれはまず自民党でやるべき話であってしかも今、ね、麻生派も解消してないし。 実際この総裁選今後どうなるかといったらなんか高知会岸田派ままた動きき始めるんじゃないいかっててて声も今日随分届いてきてますだから派閥というものが解消したわけではなくやっぱり実際のところは塊は残っていてまあ結局今回の総裁選でもそういうグループごとの勢力争いになるんじゃないかという話ですね。で総理の成立審出席これもかなり突発的でしたよね。 なんか急に「はい出席ます」って言って「いやいや総理あなたは別に出る,出る対象者じゃないですよ」というふうに言われている中で総理が「まあ私が出れば他も出ると思ってやったんだけどもまあ5人は出ましたね」と安倍派5人衆的な人たちは。なんだけども結局そこで言ったことは皆さん私じゃありませんというふうな話だったしそもそも80数名の他の議員たちは結局政倫審で ね、議決をされて出なさいと、自民党の議員まで賛成して、成、えー、林市に出てくださいというふうな話になったのに、結局、まあ、誰も出なかったわけですよね。でそうすると、この総理だけが成林市出席したというのは、これ、政治改革なんですかいという話ですね。まあ、そして、パーティー権購入の公開上限引き下げというのは、まあ、自民党にとっては大きいけども、これ。 これもまた政治改革全体からすればちちっゃい話ですねこれ僕らはやっぱり政界全体のルールとしてもう金を集めすぎかかりすぎっていうのはやめなきゃいけないよねということをチャレンジしたんだけれどもまあ残念ながら自民党の方はあそこのルールには手をつけないということでパーティー券購入は20万の公開を5万に変えるということにしただけじゃだけですからまあここら辺はねちょっと総理のやっぱり やったたことっていうのののは自民党の中の限界を示したなと、まあ、そんなふうにも僕は感じましたね、まあ、そんなこの総理のお今回の最,、まあ、最後のというかまだ、ね、任期は9月までやりますけれどもおこの今日の会見だったと私の政治人生そして政治生命をかけて一平卒として引き続きこうした課題に取り組んでまいりますと言うんだけどこれあの総理大臣以上にできる人いませんからね権力を持ってる人。 だからあの一平卒として引き続きこうした課題に取り組んでまいりますっていうのもちょっと無理があっていやいや本当にやるんだったら総理の時にやんなきゃだめでしょって話ですよね。総理から降りたら普通一平卒でなかなかそんな大きな課題については、まあ、取り組むことができないわけですよ。だからあの政治改革の時に例えば第三者機関を作るといってこの第三者機関じゃあそう岸田総理と約束したわけなんだけども果たして本当に それ次の自民党の総裁のもとで引き継がれるんでしょうねということもよくわからないですからまあやっぱりこの政治改革を本気で進めるつもりだったら政権交代政権交代をや,っぱりやらなきゃいかんというふうに思いますからねまあこんな総理の会見でまあバタバタしてます、今もいろんな人たちと意見交換をしてたりですね。今日もお昼、私も岡田幹事長と急遽まあ意見交換もしましたけれども。 まあ、とにかくこの政治をです、ね、本気で変えるんであればやはりいいこれ、えー、自民党の変えなきゃいけない、まあね、岸田さんこのパネルちょっと見てもらえますかね、まあ他の発言どんなものがあったかっていうとお自民党一番最後総裁選後はノーサイドで真のドリームチームをって言ったんですよねドリームチームをって言うけどその100人近く裏金議員今いる中でどうやってドリームチーム作るのかねと。 まあ夢のよううななチームなんでしょうかねそれは本当にあのこれ前回の国会で裏金議員は国会の役職もつくなよとつけるなよという話になったんですそして理事とかを辞めさせたんですよそういう中で次仮に総選挙があったってですよもし自民党の裏金議員が大量に残っていたらそれはどうやってドリームチーム作るのと。 今、旧統一教会に関わっているいた、まあね、大臣になっていると言われている中で今の自民党で本当にドリームチームなんか作れるんですかということですよね、はいまあ、あので今後どうなるかというと、まあ、これ自民党の僕、日あの,の NHK ニュースもちょっと流れましたけどもね、えー、気をつけなきゃいけないというか国民がある意味何度もこう騙されてきた歴史でもあるんですけども。 同じ展開の繰り返しになってませんかということですよねこれ田中角栄さんの後は三木元総理が出てきましたと、ねえー、森元総理の後は小泉さんが出てきましたとかですね、まあ、そういうことがあるわけですが今回この2021年安倍さん菅さんと続いて支持率低迷の菅さんが不出,出馬を表明した9月3日ですね。 そして、その後あの自民党の総裁選があったわけですよね。なんか展開に似てますよね。で、ここでまあ,ある種メディアジャックなんていうふうに言われて、そして衆議院の解散で岸田総理が勝利をするという展開でした。じゃ、まあ今回どうなんだいと言ったら同じですよね。日付が違うだけでやってることは一緒で、支持率低迷の岸田総理が襖を表明してで、また9月のね。これ、下旬総裁選なんでしょうと。 でこの総裁選で刷新感、コ、ね、バ、えー、ホークとか小泉純一郎あじゃなくて小泉進次郎とか、まあ、そういう若手のことも含めて、ねまあ、石破さんもいろいろありますそういうふうにまた、もしかしたらまた、ね、女性候補みたいな話も出てくるかもしれないでそうやって、えー、新しい自民党とかドリームチームとかってやってそのまま解散・総選挙になだれ込むんじゃないかこれですね今今もう吉田さんんが今回辞めるっって言ったんで まあ今もうとにかく月月かか総選挙じゃないかともう言,わ言われてますだから国民の皆さんここを何回も自民党がその目先をそらして目先をかわしてとにかく過去のやってきたことで皆さんに選択させるんじゃなくてとにかく新しい商品を並べて もう過去売ってたおかしなものは全部忘れてくださいとこういうパターンです、そうパターンよななんです、そういうパターンだからこれをね、やっぱり絶対許しちゃいかんということでぜひ、そうです、刷新するなら政権交代というお話もあります、皆さんですね、ぜひこれ、われわれ立憲民主党をやりますんで皆さんに政権交代をちょっとお願いをしたいなというふうに思っております。ははい、えー、これですね、まあ、あの僕らとしては この今立憲民主党党大会で二百の議席をまずまあ候補者を揃えるということを言ってきたわけなんですけれども、これやっぱり数を引き上げたいなと思いますよね。単独過半数というのは二百三十三なんです。ぜひですね、あの立憲政治塾にも五百人応募があって、そのうち百人ぐらいの皆さんは実際に党本部に えー、公募の申ししし込みをしてくれました、えー、でもちろんその中で選挙区の合,う合わないもあるのでうん、うん、そう簡単ではないんだけどもお実はそのうちいくつか今複数すで、えー、に選挙区調整が進んでいるケースもあります、うん、で今日も僕朝ですね、えー、ある以前国会議員やったことのある人から電話が来て「えー、自分ももう一回やりたいんだ」と「うん、どっか選挙区ないだろうか」なんていう話も いいただててまして、まあ、その意味ではではすねこのやっぱり政権交代を本気で成し遂げるというのが立憲民主党でありたいですからあ候補者になる人をです、ね、より集めて、えー、この候補者の情報修正候補者の数の情報修正ということもやっていかなきゃいかんな立憲民主党としてはいろいろこういうこの、ねえー、立憲民主党で政権交代でこう変わるということで まあ経済だとか社会保障だとか政治と金まあこういったもののまあ立て直しということをやっていきたいというふうに考えておりますのでまあぜひですね皆さんにはあこれからもあの応援をしていただきたいなというふうに思っておりますさあ,あのまずこの冒頭ですね皆さんからお話があ皆さんにまずお話しさせていただいたこの岸田総理の件なんですけどもさあ代表選についてのこともいろいろありますね。 まあ推薦人は集まるのかとかですねいつ出馬を表明するんですかとかいろいろありますけど皆さんこれ今はですね今はというかこれ前回の代表選の時もあ,であなたはどうするのありますよね、えー、これ前回の代表選の時もそうなんですけど僕は最初から立候補すするって言ってて言たわけじゃないんですよやっぱりまずこの党に何が必要なのかそして 何が国民ののためにできるのかでそういうことを党内の皆さんと仲間たちとよく話し合ってそして例えば他に「わあこの人がいる!」という方がおられればその人にそれはやっていただくというなんてことも前回も当然考えていたしその中でじゃあ本当にどういう方々が今後出てくるのか出てこないのかということも含めてですねいろんな話し合いをしながらそしてやっぱり自分ももしやるということになるんであれば。 やはり今ここまでやってきた立憲民主党ではまだまだ足りないというところもありますからやる以上はさらなる立憲民主党の改革に取り組んでいかなきゃいけないというふうにも思っているのでまあそういったことが本当に皆さんの賛同を得られるのかどうかということここはあの自分もよく考えてやっていかなきゃいけないなというふうに思っています。世代交代交ととかかかもどんどんんしていいいななきゃいけないですからねまあそういうことを あの自分自身も党内でまあ理解を得られるかどうかまあそこはしっかり皆さんさまざまなご意見ありがとうございます大変嬉しいですけれども、えー、もう少しよく頑張って、えー、話をしていきたいなと思ってますはい,いま,すまずは以上ですはい、はい、えっと七尾さんはい七尾さんからのユーザー質問を聞いてみましょうかはいはい、はい、お願いしますはい代表よろしくお願いしますえー、っと、はい、まずはあの岸田総理 総理の今日の会見等々について質問が来てまして、うんえー、岸田総理は今日の会見で、新生自民党を国民の前にしっかり示すことが必要だ、うん、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は,私は身を、私が身を引くことだと述べ、総裁選不出馬を決めましたと、うん、でこれ、現実なんですけど、これ、自民党総裁イコールまあ総理という現実はあるわけなんですが、 その党員自民党員以外にです、ね、その国民は別に、新請自民党を望んでいるわけではないと思うんですけど、いかがでしょうかと、そ、うん、してもう1問なんですが、自民党政権から新たな政権に変わることを望んでいる有権者も、これ、少なくないだと思うんですけど、うん、この2つについてどう思うんですかという質問が来てます まず、ね、2つ目は本当に少なくないかなりおられますよねあの立憲民主党を中心に、えー、野党中心の政権交代でこれを望んでいる皆さんは多い多いですよね多いですよ多いですはずですからあその皆さんとですねもっともっとこの政権交代に向けてやっていきたいなというのがまず1つですねで岸田総理にやっぱりやっていただくとすれば やっぱあれだけの八十数名の裏金議員がやっぱりいるわけですからその総理自身が責任を取るまあそれはいいでしょうとそれは当然でしょうと総理自身が責任を取るのはいいんだけどもでもやっぱり実際に裏金を懐に入れた議員たちは別にそれ返したわけでもないし政治資金収支報告書には不明って書いてあるし何に使ったかも明らかじゃないし別にそれを認めて 納税した人もいないわけですよね。だから、そういう人たちが全国各地で。また総選挙に臨もうとしてるんですよ。これね、本当ね、まあ、本当に。まず立憲民主党の中で今言われてるのは。裏金議員のところに候補者を全部立てたい。立てよう。という話をしているんですね。いや、本当、まあ、それは僕だって。もうね、選挙区変えてでも。 その人のところに立とうかなと思うぐらいにやっぱり許していられないぐらいの話ですからまあぜひね皆さんあの全員そう立てたいと思ってますからぜひですね皆さんにもあのいい人がいれば一人でも多くまた応援をしていただきたいとか立候補に向かっていっていただきたいなというふうに思っております。はいあのこれ新生自民党を まあ総理がですね新生自民党を国民の前にしっかり示すことが必要だってこれ自民党の都合を押し付けられてもしょうがないっていう怒りも結構 SNS 上でありました、うん、なので今の代表のその裏金議員のところにその全員候補者を立てるというのは多分ユーザーからしたらものすごいわかりやすい戦いい方なんで、うん、ねえいや本当立てたい立てたいとか立てるので。で 勝てるのでぜひそういうところで応援いただきたいなと思いますよね,とねであと、ごめんなさい、うん、ちょっと岸田さんと、まあ、あの泉代表との関係で、はい、先ほどメール来てたんですけど9日の長崎の平和記念式典上でなんか代表<あ>なんか岸田さんと話されてる動画が結構拡散してまして、はい、あれはどういうことをお話しされたのかっていう気になるユーザーが結構いるみたいそうですね。ね式典のギリギリ 直前だったんですけど数分前だったんですけどまあ,あの時は率直に言うとあの総理があの南海トラフのね巨大地震注意が出たので,で総理外遊に行くか行かないかって言った時だったのでまあ率直に総理これ外遊どうされますっていう話をしてまああのこれね一方は災害の話だし一方は外交の話なんで、はい。 あのどっちかを選んだら批判するっていう考え方は今回取り,取りませんよと僕はあ<ー>まあそういうことを言って、まあ、総理行くなら行く行かないなら行かない両方判断あると思うけれども、まあ、だから行くべきだとかだから行かないべきだっていうふうにその総理の答えに合わせて逆張りをするっていうことは僕はしないよ。 っていう話を、まあ、総理としてたんですよね。ああ、いや、うん、あ、重要な話ありがとうございました。はい。で、あと、最後は、先ほども、封印されたような雰囲気はあるんですけど。うん、まあ、質問来てたのは、一応言いますと、泉代表は、いつ正式に。出馬表明されるのですか、という質問は、ユーザーから来てました。前提が、もう、そうなんだけど。<laughs> まあ、あの、とにかく。やっぱり。ね。時、だとか、いろんな、やっぱり、ね、仲間とか。あ、そういう。 一つ一つのものが整って初めてやれるものであって、うん、まあこの任期中にね必ず総選挙があると思ってここまで準備してきたんでなるほどもちろんそれは自分の任期中に総選挙ということはねやりたいと思ってきたですけどね、はい、まあなんだけどもやっぱりこれ僕だってあの例外なく推薦人は絶対必要ですからね、うん、まあそういう一つ一つの 話の中で、えー、本当にやれるかどうか中推薦人がそもそも集まるのか中っていうね、これは誰だってそうですね、まあ、その意味では僕自身もあのやっぱり自分のやりたいことを、まあ、理解をしてくれる仲間たちっていうのを、まあ、また増やしていくという努力は当然必要だろうし、はい、まだあ今はまだまだそこではないという状況ですね。はい、ありがとうございいました、はい さくのコメントにも、せっかくカ角川さんのパネルを作ってるのに、使わないんですかっていうのがありましたけど。うん、使います。ね、これから三十分ほどですが <laughs> です。あの、私はこれで以上です。いや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 。いね、今日ね、七尾さんがいますからね。これはぜひちょっと。まあ、でも、本当大変でしたね。七尾さん、今、この横におられるんで、あるんですけど。七尾さん、本当大変だったと思います。いね。もっと,とユーザーの皆さん、関係者の皆さん、本当に大変ご迷惑。はい、じゃああ。 でですねではいいですか次のこの話題に入らせていただいて、はい、いじゃあ,あの本来のこの今日のテーマだったサイバー攻撃について、えー、皆さんと勉強していきたいなと思いますで今日はですねゲストに、えー、このネット業界でお仕事をされてきた方を一人お呼びをしております株式会社鎌倉新書これはですね就活あのいわゆる終わりの活動ですよね人生の就活就活関連の情報サービスを提供している株式会社 鎌倉新書さんで。プロダクト開発部の鑑賞役員をしている。広瀬修一さん、今日ゲストでお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。広瀬さんの声を聞くと、改めて僕がちょっとトーンが上がってるっていうのがよくわかります、ね。<laughs> すみません、どうぞよろしくお願いします。あよろしくお願いします。つながりはいつもここに鎌倉新書。これはあの、はい、もう少しあの具体的とどんな会社さんになるんですか。 今ご紹介いただいたように就活ですねあの学生の就職活動ではなくて終わる活動をメインでやっていて就活のインフラを作ろうっていうのをミッションに掲げている会社なんですね。はい、なんで、えー、いいお墓いい葬儀いい仏壇とかですねいい介護それからいい相続みたいな、えー、就活に関することの、まあ、マッチングサイトですかね情報を載っけておいていざそういう場になった時に まあ、適切な会社だったりとか、霊園だったりとか、葬儀所だったり、え石材店だったりというのを紹介するような。ビジネスをしています。えこの、鎌倉新書というと、本屋さんですかとか、出版社ですかって、今コメントが出てきてるんですけど。どうなんですか、はい。ああ、もともと、本当出版社なんですよ。ああ、もともと出版社。<ー>はい。もう、今年で41年目ぐらいの、すごく古い会社で。ああ、老舗ですね。はい。でこの、まあ。歴史は面白いんですけど、今の会長の清水というものの。 お父さんんがその出版社をやってたんですねはい、はい、でしかも仏教系の出版社っていうなかなかニッチなところをやっていて<ー>でその会長の清水が大学卒業して証券会社に就職したんですけどあの実家の本屋が潰れそうだっていうのであの27歳か8歳ぐらいですかね、うん、呼び戻されて戻ってみたら、うん、あの何千万も借金があるような状態でああでもうしょうがないんで各地方をこう回ってですねそのいろんな。 こう供養業界の人たちにセミナーみ供養業界ってこの供養ですか、はい、<ー>供養ですね、はい、はいはいあのでそういったところにこうセミナー開いてるうちにあなたはそういうことやってるんだから葬儀のとこととか詳しいんじゃないのみたいな相談がどんどん寄せられるようになって、はい、であこれはなんかビジネスになるんじゃないかっていうことであの当時出始めたインターネットでそういう情報を載せ始めたんですよそしたらそれが当たってしまって 結構、とんとん拍子で今、プライムに上場してるんですけど<ー>、はい、もう業態変更して、今はその通信サービス業に切り替わってちょっとね、なんかヤフー、はい、ヤフーじゃないこのかな、ニコ,ニコのコメントであの、泉健太の就活とか、はい、立憲の就活っていうのやめてもらえませんかん、それはちょっと違うんじゃないですか、そんなことないですからね、ヒロシさん、ありがとうございます、ヒロシさんはもともとはネット関係でお仕事もされてきた。 もうずっとあのそうです、ね、学校卒業してから IT 関係の仕事をしていて全、ね、職ではアプリとか作ってたんですけどはいありがとうございますじゃあですねちょっと早速あの進めていきたいなと思いますこの、えー、パネルというかですね、えー、時系列というか見えますかね、は今回あのまあ角川さんの事件があったので。 えー、もちろん k 川さんだけじゃないです、もうカプコンさんがあったり名古屋港湾があったり、もういろんな会社がですねやられていて、これ、あのこれねはい、これ政府が出している、ね、令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について。 あこれね今年の3月警察庁サイバー警察局こんな部署があるんですけどね、まあ、こういうところがこういう冊子も作ってますからいろんな企業が被害に遭ってるんですけれども、えー、さてさて今回 k 川さんがどういうものだったかというと簡単に振り返るとですね6月の8日にこのニコニコサービス全般で正常に利用できない不具合社内システムの一部に障害が発したということで、えー、社内のシステムの一部を利用停止しサーバーをシャットダウンしたと。 対策本部を作ったということなんですがやっぱりそれの後もですねやっぱりこの被害っていうのはなかなかまあ継続的にどん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 サイバー攻撃が続いててですね単にこうシャットダウンしただけだとなかなかまたそれをもう一回シャットダウンさせないようにしようだとかまあいろんな嫌がらせのこう攻撃が続いてですねもうとにかくいやもっともっと対策しなきゃいけないということでもう実際にこうオフィスを兵庫を兵オフィス歌舞伎座オフィスを閉鎖とかですね どん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 この対策を取っていったということですねそして出版にまで影響が出るとかですねそしてニコニコサービスが利用できない状況になったとかそして発生被害障害発生を報告したとかいろんなそして最終的にはですが確か今年の8え,えっとですね、えー、最後の方だったな25万4千人ぐらいの方々の情報が 今回やっぱりこうある種流出してしまったということがまあ角川さんの事例なんですよね。まあ、ということでまず皆さんにですねちょっと基礎的なことで知ってる人は知っている知らない人は知らないということなんですがこのランサムウェアの攻撃に遭いましたということを言ってるんですけどランサムウェアって何なのっていうことというとランサムっていうのは身の代金ですね。 ですから昔は人をさらってこう人質事件でねその金を身の代金を取るっていうのが昔ありましたけど今はこうしたデータでまあ身の代金を取られている実は時代なんだと昔ね人質事件で身の代金って言ったらもうなんか全部のテレビ新聞社やテレビ局が追いかけてねその現金を輸送する車を追いかけるみたいなのが昔ありましたけど今はそんなことは世の中に全然目につかないうちに。 いつの間にかこのランサムウェアというものが皆さんの会社の例えばパソコンに入っていってその中にあるデータを勝手にこれ,、えーこちこちね、これデータを勝手に暗号化するだから皆さんの会社で使っているパソコンで見ていた情報が相手側その侵入してきた側に勝手に暗号化されちゃうんですね。 そううすすると自分たちちでで使えなくなくっちゃうんですよそしてじゃあそれを元に戻してやるから身代金よこせということでその暗号化したデータに何か鍵みたいなものですね電子的な鍵ですけれどもそれを用意するから金よこせというやり方をしている、まあ、それがこのラこれまあ本当とね皆さんどれぐらい被害が起きているかって なかなかわからないと思うんですけど少なくともですねランサムウェア被害ということで言うとあ噛み合ったかな噛み合ったかな噛み合ったかなえーととととととあ、それはパケットのあれですねあ,<ー>あ,あ、これサイバー攻撃による法人組織の被害状況調査というのがあってですね、うんえー、過去3年間で えー、56.8%の会社がサイバー攻撃の被害を経験3年間の累計被害額は平均1.3億円これだから平均1.3億円どういうことかというと会社にこういうウイルスが忍び込んだむとまず自分たちの持っているデータがダメになっちゃうあこっち画面を聞してくれていいですよ自分たちの持っているデータがダメになっちゃうということの被害がありますよねそしてさらには場合によってはこれあんまり言えないんだけれども 相手さんの企業じゃないや。あのいわゆるその犯罪をした側に何らかの金銭をやっぱ払わざるを得ないと思った。事業者もあるかもしれないです。あるかもしれない。そこは今日警察にも聞いたし、政府経産省にも聞いたんだけども、そこはやっぱり別にその払う払わないは義務でもなければあ、法的に規制もされていなけりゃなので。 まあそこははっきりはできないんだけれどもそう今コメントありました「お金払っても復旧でできる保証ははなない実はそうなんです鍵があるから金払え」って言っていざ鍵をもらっていてもこれ鍵をもらってみても実際にはそれが全く機能しないっていうこともこれあり得る話なんですよね。ということでまあデータが失われるデータを復旧しなきゃいけないそしてその間の損失が広がる事業が停止するとかですね そういうことでいうと今このランサムウェア被害は平均1.8億円これビッグな企業になるともっとでかいということですよね中小企業であればあの学的にはまあそんなにまだというふうなことかもしれませんけれども、まあ、それぐらいにですね大変な被害が実は起きているということになりますさあそれでですねこのランサムウェアの次広瀬さん僕あのとはいえあの広瀬さんのに専門家ではないので。 今言ったこの暗号化っていうことについて、あのちょっと解説とか可能で,きで,き可能ですか、はい、暗号化って結局、デジタルデータって全部01でこう作られてるじゃないですか、はい、なので暗号化のアルゴリズムでそれを全,全く変えちゃうことが可能なんですよね、うん、そうすると、もうそもそもそのファイル自体が全く読み取れなくなっちゃう。 元に戻さなきゃいけないんですけど、そのために必要なのがさっき言った暗号化キーっていうので。はい、なんで本当はこう他人に見られたくないものをしっかりと管理するための仕組みが悪用されているってことですよね。うん、はい。ちなみに、あの、言いづらいかもしれませんが、鎌倉新書に限らず。これまで経験してきた中で、広瀬さんはサイバー攻撃を感じたことはありますか。でも、そういう攻撃っていう面で見ると。はい。 多分い常にありますね<あ>例えばこう海外からの大規模なアタックみたいなのって日常的に起きるんですよ。はいうん、でそれをやることであのシステムに穴がないかっていうのを確認されてるんです、ね、はい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 、ね、なんでそれはもう本当に月に数回はあの報告が上がってくるので、うん、まあそうするとその送信元の IP アドレスを求めましょうみたいなことはもう常にやってますね。うんうん、そうでですね、はい、今コメントでも あの感じたことがあるじゃなく「ジョージアロ」があってこれ実はそうなんですあの立憲民主党の本部だってそうですよやっぱりいっぱい来ますからねでそれを間違って例えばメールを開けてしまえばあーおかしなことになってしまうということであると思いますはいさあそれでですねあ,のあくまでちょっと確定的な情報ではないかもしれませんがなんかその今回角川さんのケースでいうと一説にはその「 1.5テラバイトの情報がなんか流出したみたいなことをどっかで僕見た記憶があるんですけどもね、はい、これ両でもなんかパソコン1台今ノートブックあのでもノートパソコンでもテラバイトって容量ありませんでしたっけまだテラ,バイトまテラバイトまではいってな,ないですか。はい だからそうすこれ、量ってかなりのもんですか、テラバイトまあすごくわかりやすく言うと、まあよ,よくあるドキュメント、PDF ファイルとか、はい、ワードの文書ってあるじゃないですか、はい、あれがまあ大体1メガぐらいだとすると、それが150万個なんですよ、150万っていうと、多分すごい膨大なんで、うん、膨大ですねまあ会社。 でそこまでの文章持ってる会社ってそんなにないと思うんですよ。なんで画像だと多分 1, 1枚それ5倍ぐらい今5メガとか、うんまあいい画質だと10メガとかですけど、まあ、それでも30万枚みたいな写真なので、まあ、写真で考えてもすごい数ですよね。うんうん、まあ確かにその ね、人数的には25万人ぐらいのデータが流出して、まあ、これ一人一人にね今その流出したので申し訳ありませんっていうのも大変な状況だと思いますけれども、うん、ところでその広さんあのこれまあねこれ今日見て頂い,いてる皆さんってむちゃくちゃ詳しい方もおられるしあのそんなに詳しくない方もおられると思うんですよね。で,それで改めてなんですけどもねその感染って何で起こる なんか例えばやっぱりねこうメールを開くっていうのもあるだろうしあのいわゆる USB メモリーみたいなものもあるかもしれないしまあいろんなものあるかもしれないですけどちょっといくつか挙げるとしたらこんなふうにしてウイルスがやってくるというのを改めてて言っていただくことはできますか多分ランサムウェアとかだと一番多いのはメールじゃないかなと思うんですね。うん でメールが送られてきてそれをまあ間違えて添付ファイル開いてしまうみたいのが一番多いパターンだと思うんですよ。うんうん、であの今言った USB メモリーなんかはだいたい対策していて今会社の PC ってほとんど USB メモリーは挿してもあのデータを入れられないような設定になっているのではい,はい,はい、はい、そんなにはもうできないんですよね。うんうん、入っててきたとしてももまあ第一段階で防ぐようなもうな ソフトウェアがだいぶ入っていって。なるほど。はい、そこが。あの。今までこうウイルスバスターとか。 多分皆さん、パソコンに入れてたと思うんですけど、重いソフトをパソコン内に入れて、そこでこうファイルをたくさん更新しながら、常に新しいウイルスを追っていくみたいなのから、今、全部クラウド上にデータを送って、そこで解析するみたいなのがもう主流になっていて、だからパソコン内はすごい軽いソフトしか入ってないんですよ。 若干一瞬音が止まってしまってけどすあのサイバー攻撃を受けてるわけじゃないと思いますはい、お願いします,そす、ね、なんで、どんどん情報を送って、それをまあクラウド上で分析して対策を立てるみたいなのがもう主流になっているので、うん、そこはまあいたちごっこなんですけど、ある程度できるかなと、うん、ただ内部にいる人がそのファイルを開いてしまうとかっていうのは、もうどうしようもないので、うん、やっぱりそこを一番気をつけないといけないんじゃないかなと思ってますね。 まあ、そういう意味では、やっぱり社員教育ですよね。はい、そうですよね。まあ、その。ね、取引先から来るメールと。そうじゃないけども、取引先のように。やってくるメールと。確かに、今日もですね、政府に聞いたら。その官僚に対して、送られてきたメールで、官僚が。それを開いてしまったケースがあるって言うんですね。でも、それって、どんな偽装をされてたかっていうと。 まあある専門的な論文を書いていた官僚らしくってその論文を書いていた官僚に「あなたの論文は素晴らしいです」なのでちょっとこういう質問があるのでお答えいただけますかってわざわざまあ,ある種カスタマイズされたメールが来てまあそしてそれを開いてみたらそこから感性が広がったみたいなんですね。まあそういうことをひたすらやり続けている人がいるんだなということなんですけどこれあの。 これもです、ね、政府に話を聞くともう明確にロシア中国北朝鮮は国家的背景がありこう日本側というか欧米側に攻撃を仕掛けてきているというようなことを、まあ、政府は言っているわけですけどこれはあの別にあれですよねそういう攻撃メールを受ける側っていうのは別にそれがどこの国の ハッカー集団というかサイバー集団がやっているなんていうのは皆さん方からは全然分かんないんでですすよねねそうですねどこから来ているかというのは分かりますけど、まあ、そういうハッカー集団は偽装しているのでいろんなこう踏み台を経てくるので絶対自分たちの身元が簡単に分かるようなやり方ではあの攻撃を仕掛けてこないいと思いますちなみにあの今って例えばですよ僕のスマホは ここの目の前にあるパソコンと多分ブルートゥースでつながれつながったりできるじゃないですか、はい、であるいはもう充電ケーブルみたいなのでこうやってさしてつながることもできるじゃないですか、はい、そこからの感染の可能性っていうのはあああるるんですすか可可能能性性はりま実際そういうはいそのマルウェアと呼ばれるものっていうのも出てきてはいるんですけどただ数は少ないですね。うんはい、だから、ま 全く安全ではないのでやっぱり対策としては Bluetooth は必要ない時は切るとか、うん、あのケーブルは充電用専用っていうのがあるんですって、はい、データはデータを送れないんですよね、はい、<ー>そういうのを使うとかっていうのがまあ予防策になってくるのかなとい、うん、いやだから今日ね僕はあのこれ皆さんにもう改めてこの一つ一つのことをねやっぱりしあの再認識していただくためになんですけどあの 今のパソコンってねどん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 バージョンがアップしてますからその Bluetooth とかあー別に優先じゃなくてもつなげられるデータのやり取りができるようになっているので設定を例えばそのまんまにしておいたりするともしかすると他の人がデータを抜く可能性もあるということですよねだから皆さんの目の前にある会社で目の前にある端末がちゃんとまあ普通会社であれば会社として対策をちゃんと打ってるとは思うんですけれども。 そういうところも特に中小企業やって皆さんなんかはですねぜひ気をつけていただきたいなということなんですよね。データが取られたりする可能性があったりおかしなものが入っていくあとそのさっき言ってた、ね、USB の,あのメモリーなんかはまあどうでしょうね今もう会社で働いてる人本当に使ってなければいいしパソコンの側で使えないようになっていればいいんですけれど意外ともしかしたらあ,、ね、あ,のあんまり。 大きくない企業だと普通にそれが今でもずっと行われてしまっていたりする可能性はちょっとあるんじゃないかなという気はするんですよね。でちなみに広瀬さんあの企業の側でというかその社員さんに対する教育だとかそういうことっていうのは全社員にできるもんなんですかどうやってやってるやっててるんですかあでも全社員にやってますね年,年数回は必ず研修受けさせるのと、うん、あとは入社時研修みたいのでその個人情報とか。 セキュリティに関してはかなり手厚い研修を受け、はい、でももちろんその後にテストみたいのをしてちゃんと理解してるかみたいなところまで含めて確認するようにしてます。あとはあれですねパスワードとかも最近はもう必ず二段階認証で自分のスマホに認証が飛んでくるのでパスワードを知ってるだけではあ、まあ、アクセスできないような仕掛けにしてたりとかっていうぐらいはまあ標準でやるようにしてます。 うん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 。ね、まあこ,うそこれねこう政治の業界とかもちょっと本当気をつけないとなんとか国会なんかはあれなんですよね、まあ、その国会の事務局が結構大きいのでなんとかなるんですけど地方議会とか、まあ、あんまりここで弱い弱いって言っちゃうとそこ狙われそうなんであんまり言えないんだけどもまあでもまだまだ多分中小企業だとか地方の行政だとかが。 政府が全体として取り組まないと結構大変なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、でちなみにあの今政府の中ではですね、まあ、あアクティブサイバーディフェンスの議論なんかもできで、まあ、出始めてはいるんですけども、まあ、このアクティブサイバーディフェンスについて、まあ、これはでもね基本的に広さの会社の方でうんぬんやる話じゃないですもんね。 これはあくまで政府の側、ね、国側が多分対策というかしっかりチームを作ってやるってことですよね。このですね最近国会で議論している能動的サイバー防御ですねアクティブサイバーディフェンスですね、えー、このアクティブサイバーディフェンスは何かというと、まあ、単に攻撃されたものをブロックするでは足らないので<う>こちらから相手に対して、えー、場合によってはまあ,あ 相手の攻撃目的達成を阻止するだけじゃなく断念させたりネットワーク上の通信を平時から監視をしたりサイバー攻撃の兆候を事前に察知した場合は相手システムに侵入して無力化したりというですね、まあ、かなり積極的な、まあ、アクティブな考え方なんですねでなんですけどもこれ簡単じゃないっていうのがなぜかというと一つは例えばですけども憲法21条のあいいよ大きくしてていいですよ。 憲法21条の2ででうとですねこれはあの通信のの秘密というのがあるわけですよねですからこの相手システムに侵入して無力化したり反撃したりするっていうことそのものが相手のシステムに侵入するわけですからもしかすると相手の通信の秘密をまあ侵害してしまうことになりかねないということをどうするか。でその他には電気通信事業法とかですね 不正アクセス行為禁止法っていう法律が個別にはありますでそれはあるので通信の秘密は守らなきゃいけないんだけれども一方では憲法の12条とか憲法の13条っていうところで言うとそのいくらその一人一人にというかこう権利があったとしてもその権利は乱用されてはいけないしそして公共の福祉というものがあるので。 やっぱり、こう、サイバー上の攻撃があるということが分かっていて。その攻撃側を、ただ放置をするという考え方も。これはやはり公共の福祉に反するのじゃないか、というところで。今アクティブサイバーディフェンスの議論が進んでいます。で、こういうことはですね、別に立憲民主党は後ろ向きではありません。やはり、会社、企業を守る、産業を守る、社会インフラを守る。 という意味ではこういういいのは重要だと思っていますんで,でここはちゃんと我々としてもですね、はい、あの通信の秘密とのお互いのバランスというのは必要ですけども、えー、このサイバーアクティブサイバーディフェンスはやっていかなきゃいけないとで実はあの名古屋の港湾、えー、港ですねでここでシステムが止まってしまったっていうのがあったわけですけどこれもともと政府が定めている15分野のお 重要インフラの15分野ってあるんですねそれはもともとは14分野で港湾が入ってなかったんです港が入ってなかったんですよ。でこの港が入ってなかったっていうところでやっぱりこうした港でもですねターミナルの被害があったのでそれを後で入れるということで今後気をつけなきゃいけないのは例えば医療機関、まあ、大きな病院とかですね大きな病院のシステムが機能が止まってしまったらこれどうなるんだということの問題だとかもあるので。 まあこうした医療の分野をまた重要インフラに入れるかどうかというところもです、ね、今後のまあ課題になってくるということですね。まあ、でもこういうランサムウェアで,です、ねまあ、平均すると株価その会社の株価は10%ぐらい落ちてしまうということだとか純利益が21%平均で減ってしまうとかですね まあそういう問題も起きていてまあそういったところから僕らも今日も僕は政府に対して重要インフラという分野以外でも相当な企業が被害を受けているのでこれ何とかした方がいいんじゃないかという話をしましたが例えば今回の角川さんでいうと角川さんは出版業ですよね全くもってこれ重要インフラではないということですから。 政府が普段から保護をするという考え方に立っていないわけですよね。じゃあ,まあこういうことで本当にこれからまだまだ被害に遭う企業が増えてしまうんじゃないかというようなことがですね、まあ、本当にあの危険だなと思いますで広瀬さんあの相当この分野っていうのは一般のまあもちろんスマホを普段触るだけという方には到底わからない話なんですけれどこの ランサムウェアっていうのは誰でも開発できるもんですかまあ誰ででも開発できるというか、もうできたものがこうダークウェブみたいなところにたくさん転がってたりするんですよ、ねああ。できたものがもうその辺にごろごろダークウェブに転がってる、はい、それを拾い出してはそれを使って、ボムを活用するやつがいる、はい。カスタマイズして使うみたいなことがどんどん繰り返されているので、はい、ちょっと知識があれば、多分できちゃうようななるほどね。 だからまあこうリアルの世界に例えてみるとという,か,もうなんか人の家のガラスを割る石がゴロゴロ転がっていてまあそれは使わなければ別に人の家のガラスは割れることはないんだけども本当誰が石を投げていつ割れるか分からないぐらいに石はゴロゴロ,てゴロ,ゴロしている状態なわけですよねこうネットの世界というのは。 だから本当に皆さんあの、もうやっぱりここは相当気をつけなきゃいけないものなんだろうなということになります。あと、です、ね、広瀬さんちょっとあのこのランサムウェアだけじゃなくてこの政府のこの資料を読むとですねフィッシングの被害も結構多くて令和5年におけるフィッシングの報告件数は 万 6, 件前年比増で過去最多フィッシングっていうのはクレジットカードのデータを盗まれてお金が使われちゃったりなんか物が買われちゃったりするやつですねあの釣りじゃないですよ、まあ、釣りみたいなもんだからそう言われるんだけど、まあ、フィッシングフィッシングですねでクレジットカードの不正利用被害額これは令和5年の1月から9月で400億円以上ですね 統計を取り始めた平成9年以降最悪となったということなんですが広瀬さん、んフィッシングのなんか身近で感じたことはありますかか経験というかまあそのクレジットカード以外にもフィッシング詐欺ってすごくあってクレジットカード以外以外もいろんな情報を抜くためにメールとかでこう来るんです例えば黒猫大ヤをか語りますとかはい、はい、銀行を語ったとか。 クレジットカードでこんな使われ方をしておかしいので、うん、あのサイトにアクセスしてアンケートに答えてくださいみたいなのって、うん、もう常に多分この見ている皆さんにも毎日のように来ていると思うんですけど、うん、僕のスマホもですね多分1日10件ぐらいそういうメールが来来ててますねそんなに来てるもうだから、大抵そういう企業から来るのはみんなフィッシング詐欺だと思って全く開かないですね。うん 僕も確かに今自分のメールの,のところに来ているそのものはほぼ100%開いてないですよね。そうですよね<れ>で持ってないクレジットカードでご利用がありましたみたいなのがしょっちゅう来るので、うん、もう明らかにこれ詐欺ですよね。でこれ結局止めようとしたりとか連絡すると逆に反応があって、ええ、あこのアドレスは生きているってことが分かるんで、はあ、どんどん増えるんですよね。はあ な,るほどなんで反応しないっていうのが一番の、まあ、対応策。はい、まあ、あ<の>一見削除した方がいいんですか。はい、それとも。もうただする、もう置きっぱなしがいいんですか。いやまあ、基本的に削除しちゃって。削除しますけど。まあ、すごい量のね、本当メールが届いてますけどもね。なんか。これ、ええ、ラインだとか、その。アプリ系で、そういうおかしなものっていうのは届かないんですか。 LINE も来ますよ、あとはあ来るあのショートメッセージとかも最近、多いですね、ショートメッセージ来ますね、確かに。はい、なんかあのよく、ね、宅配があの、はい、まだとどあのい家にあれだったら留守だったんでこちらに送りましたって、いきなり来るやつありますよね、はい、あとは電話番号でいきなりこう着信があって、うん、出ると海外の音声がずっと流れるとか。それどうしたらいいんですかでも電話出出ちちゃゃいません で結局そこでそれをなんか生きてる番号だっていうことで使われたりとか今度かけ直すと海外のにつながって、はい、つすごい通話料を取られてしまうとか。そうかいや、はい、でもってことはもう本当もう登録されてない番号にはもう出ない。 まあそれが一番いいですよね知らない番号はもう基本出ないっていうのがうん,なんかそうすると選挙の時に携帯で最近電話作戦をしている人たちがいるんだけど多分誰も電話ななくなるでしょうね、はい、うわそうかいや僕も確かにねかかってくる電話に出ちゃうことはあるんだけどもそれも気をつけなきゃいかないですね。なるほどねじゃあの広さんあの、まあ IT の IT 業界で働いて 改めてなんですけど今日のそのおさらい的になんですがその働く方々に対してちょっといくつかこう改めてここを気をつけるべきだというお話をしていただけませんかまあそうですね基本的にでも最近あんまりメールもどんどん使わなくなってきている傾向はあると思うんですけど、うん、まあただやっぱり仕事でもう添付ファイルみたいなものって今もう そこにつけなくてもいい時代だと思うんですよ、ね、違う方法で送り合えるので、うん、あのそういうものは本当に開かないでもうちょっとでも怪しいと思ったら絶対に触れないっていうのがまず第一だというふうに思いますでまあ、会社できっとある程度しっかり知っているところであればそういうルールがちゃんと定められてるんでもうそのルールをしっかり守ってやっていくっていうのがまあ一番自分をこう守ることになるんじゃないかなと思います。 はい、こういうのって大学では教えられ学生たちがねなんかどっかで学んでるもんですかも企業に入ったらそれはまあ教えてもらうとは思うんですけどもどうなんですかどうですかねうちも新卒の子が8人ぐらい入ってきましたけど多分学校でそういうことは習ってない習ってないですよね、はい、いやだからじゃあ高校で習うのか大学で習うのかどこで習うのがいいでしょうねこれ。 まあでも今小学生ぐらいからじゃないですかね,まあねだって一人一端末とか言われてる時ですからね、うんはい、おかしなものは開かないということをちゃんと確かにこの教育のところでもう言っていかなきゃいけませんよね。そうですねもう今小学生ぐらいからもうタブレット持たされてやってるじゃないですか、うんうん、ただその時代はこうアクセスがだいぶ制限されていて。うん もう学習で使うサイトにしかつながらないような設定になってるんですけど、うん、まあそれだけじゃなくてあのそういう、まあ、セキュリティ教育もしっかりしていかないといけないんじゃないかなと思いますいや本当もう何でも疑わないといけない時代よねっていう話がねなんかあの家にあるあの、ね、あの自宅の w i f i とかの設定も場合によっては抜かれて なんか悪用されることがあるとかっていう話をもうねなんか聞いたことがありましたけど、まあ何にしたってちょっと怖い時代だなと思って皆さんもぜひですね気をつけていただきたいなというふうに思います。ちょっとあのざっとしたあの今日の特集ではありましたけれども、でもあの皆さんはいえありがとうございます。広瀬さんもありがとうございます。はい。はい。ぜひですね立憲民主党もいろんな攻撃を多分サイバー攻撃はそうですけどもそれ以外も。 受けていると思いますから、気をつけてやっていきたいなということと、今広さん言っていただいたようにですね、ぜひあの教育ここはこの教育をですね、より学校の中でやっていけるようにということを今後文部科学省の方にもちょっと話をしていきたいなと思います。こういうことについての教育は確かにほとんど今までやってないんじゃないかなと思いますね。 はい、ぜひ、これからもやっていきたいなと思います。はい、広瀬さん、本当ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また、あの鎌倉新書のことは、また改めていろいろ教えてください。<laughs> はい。今、あの<非>立憲民主党も、お一人様とか、孤立孤独対策とか、やっぱりね、この。相続だとか、就活だとか、はい、行政のその手続きの一元化とか。まあ、いっぱいやらなきゃいけないことあるので。はい、ぜひ、鎌倉新書さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はいあ、ありがとうございました。はい ではあの日本の危機管理引き続いてはいあもうねちょっと今日はもうそこはそうですか、うん、はいなんかちょっと気になってどうなんですかという人がいるのいるんですか、はい、コメントではいでいいと思いますはいはいじゃあ、あのーそれでね、立憲の文部科学 N.C. はですねキクタマヒコさんですねコメントありがとうございます。うん さあコメントで何かあのお伺いみあのう拾った方がいい、ね、ありますか？ちょっともうお時間もあれですけどちょっと、ね、あのちょっとだけコメントうどうぞどうぞなんかご質問があればコメントに書いてくださいもう今までの方でもいいですよ、うん、なんか YouTube の方はなんか高市さんの話とかになってますね <laughs> ありがとうございます岸田さんは辞職だけでは済まされない。 うん、リップは塗ったという質問がありますけどいや今日はね残念ながらねちょっと塗れなかったんです頭からリップ薄めっていうコメントがありますいやそうなんですよ <laughs> NHK のニュースに出た時も塗れなかったんですねこれね今ね3本同じものがあるはずなんですけどちょっとあの国会の事務所になんかそれがついつい偏ってしまって今手元にカバンにもないというですね いいんんですけどそんな話は <laughs>、うん、まあでもねこれはのミッション型内閣っていうのを言ってきてますけど改めてねあそうそうグアム訪問、うん、そうそうそうあのこれはちょっと言わなきゃいけない8月の11日の夜11時8月11日の深夜ですよ8月11日の夜の11時過ぎの飛行機で、えー、日本を立ってグアムに到着するのが朝の4時45分だったんですね。 でそしてそこからまあ空港ちょっとで休み一休みして6時ぐらいに空港を出て近くのホテルで外務省から領事館からレクを受けて8時からグアムの米軍基地の参謀長からレクを受けて基地の中をまあ視察をしてそしてまあいく3つぐらい拠点を視察してですねでその後お昼総領事と昼食を食べてそして いわゆるグアム船で亡くなられた日本の戦没者の方々の慰霊碑を訪問をして、うん、まあそこで慰霊をさせていただいてですねそして7時台の飛行機で12日日本に帰ってくるという予定で、えー、グアム行きの調整をしてて外務省さんいろいろとありがとうございました防衛省さんもお世話になりましたなんですがあーあの南海トラフの地震でですね、まあ、巨大地震注意というのが出たので。 まあそういう中で、えー、日本を離れてしまうというのはやっぱりなかなか難しいということで私も今回行くのを取りやめになりましたので、えー、きおとと日か12日はまあずっとこっちにいてですね、まあ、グアムのもともと読んでた歴史の本だとか、まあ、そういうものがあったので、まあ、グアムのことを改めてまあ勉強していたという状況であります。これからももももですね野党外交大大事事だだし、まあ、そししそて戦没者の慰霊ももちろん大事だし そしてその特にグアムの基地は沖縄から米軍の基地負担を軽減するというためにグアムに海兵隊が4,000人移るわけですからここをやっぱりちゃんと日本の政治家として見ておくということそしてもしかしたらさらなる沖縄からの米軍の移転ということがあるという意味では受け入れ体制がちゃんとそれ以上に大きくできるかどうかというところもあるし実はこのグアムの基地も 日本の予算で整備している部分もあるんですよこれはやっぱり我々考えておかなきゃいけないけこのいわゆるまあ同盟強靭化予算なんて最近言い方を変えようとしてますけれどもいわゆるかつての思いやり予算ですよねで、こういうものでグアムの米軍基地の整備にも日本の予算が使われているこれかつてね安倍さんがトランプさんとやりとりしたときにトランプ大統領と 安倍晋三総理がですねやり取りした時にトランプがあの大統領がやっぱり日本側にもっと負担をさせようというような時に安倍元総理はいやいやこの横須賀の基地だったかなあれ横高横須賀だったと思いますけどこれを見てくれとこれはもう日本側がこんだけのことやってるんだということを言ったという話もあってやはりちゃんとアメリカ側に対して日本がどれだけのことをやってるのかっていうのを やっぱりちゃんとちゃんとこう主張していくというかですね説明していくことも大事ですからまあそういうこともですねやっていきたいなと思いますしの AI 健太作ってという話があったんですがなんかあの後確か AI の政治利用は政治キャンペーンには使えないっていうのがアメリカから言われて AI 玉木雄一郎さんも中止になったという話も聞きましたんでまあ AI 健太もですね実はあの進行していこうとしてた話もあるんですけど 多分使えないんじゃないかっていう話ですね。はい。はいはい、まあ、すみません。いろいろとお話をしましたま。まあ、いろんな質問来てますけど、本当にね、久しぶりに。あの、ニコニコだったんで。ええー、健太さんは関西弁なんですかとか。時に、関西弁。えー、えー、かオリンピックは見ましたかとか。オリンピック結構ね、あの、テレビつけたら、やっぱかなり見ましたけどもね、あの。でも、本当、僕は思いますけど、あの、メダル取る取らんないだけではないというか。うん、お関西弁。ね。<laughs> はい。やっぱり、ね。 あのメダルを取ってない皆さんも一人一人が頑張られたということですし、まあそういうところを皆さんでねまたいろんなスポーツを応援していきたいなと思いますね。はい。えー、ありがとうございました。僕はね、いいそう僕のやろうとしてた AI 健太はね、うん、もうちょっとさらに上を行くものを考えてはいたんですよ。う,ん、うん。残念。はい。もったいない。もったいないね, <laughs> ね。はい、ありがとうございました。えっと。 もうあのニコニコでね、かなりやってきましたね、今回33回目なんですけど、あの番外編入れると35回目くらいなですねね皆さんに本当に、あのなんか今日最終回ですか、そういうわけじゃないですよ、なんか、いや、あれでしょ、なんかもう一応、次、決められないんですだっけ、予定。これね、皆さん、僕から言いましょう、じゃあ、党代表選があるらしいので。 えー、一人の代表が、まあ、現職であれですねこの放送をおそらく9月代表選の期間中だけじゃなく直前もうんなかなかやれないんじゃないのっていう話があるやらないやらということで、うんえー、当分そうです、ね、党が主催をする、えー、動画配信に、うんえー、泉健太ちょっとお休みをするような形になるんじゃないかということですね。はい <laughs> ね まああの個人で発信する分には構いませんけど、はい、そうですね個人の発信は続いていくと思います、はい、本当にありがとうございました公平性の観点からはいまあそれは選挙ですからね公平性というのはそうだと思いますはいそんな感じでありがとうございました皆さんありがとうございますこれで最終回ではないとそれ以上は何も言いませんかこれぐらいにしておきましょうねはい、はい ありましたありがとうございました、はい、皆さん今後とも立憲民主党よろしくお願いしますはいえー、っとねもう締めになってますけど最後アンケートが残ってます、ね、ああそうたはいえー、アンケートをちょっとやってみましょうはい <laughs> とても良かったまあまあ良かった普通だったあまり良くなかった良くなかったでそうでしたね<ひ>これニコニコ生放送でやってない数回の時はこのアンケートがなかったんだそうですね、うん、ねこれレスポンスがねこう確実にの、うん、そのさそのドキドキが確かにこの数回なかったね 復活ありがとうございます本当にありがとうございます本当に山さん本当大変な思いをかりサイトも見てましたけど良かったですね本当にね猫猫さんならではの愛を感じるような本当に大作であの非常にもうあのそろそろ出しましょうかはいさああとても良かった六十三パーセントまあまあ良かった十八パーセントありがとうございます八パーセントですねありがとうございます本当にありがとうございます考えられないですよね一時ね そうそうそうアンケートの高さあそうなんですよ、ね。いやもうん、よくなかったというか<も>皆さんもありがとうございます。水上代表のやっぱりそうです、ねうん。いや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 ねえ。でもでもねそうなんですよ。小林純也さんとキャッチボールが結局まだできていないんですよね。あ本当だそれそうだろう。いろいろ積み残しがあるけどねそ。そうなんです。<laughs> いやだからコメントの中にもアンチコメントも視聴者なんだというコメントをいただくんで,で,であので代表は全部見てられますから大きなモニターがあって、はい、その中にガン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 いますそう。だからあのカメラ目線じゃなくなるのは画面を結構見てしまうからですね,ですねそちょっとねカメラよ若干上に文字が出るんですよねそうなんですそうなんですんで,す、うん、で手元にあるパソコンの方で YouTube のコメントを見てますからしっかりとその辺はあの見て、えー、やってます いいい代表選がねありがとうございます代表選が心配で夜も眠れないという方がありますが寝てくださいね <laughs> はいありがとうございました<ー>ではえっ、ー、と本当に皆様のご支援どう始めていいかわかんないんどう始めていいかわかんないえじゃあまたお会いしましょうで行こうかあそれだいとじゃあ皆さんまた、えー、ニコニコまたお会いできたら <laughs> では皆さんまたお会いしましょうでは、えー、ありがとうございました。 では、これで、えー、<laughs> これで、ちょっと、<laughs> あかんのか、この言い方が。これまた、お会いできたら。しま,ましょうでいいじゃない、ね。うん、はい。はい。ではでは。就活じゃありませんから、ね。就活じゃないですけどね。はい、はい。じゃ、あ皆さん、ありがとうございました。ま,したまた、お会いしましょう。失礼します。ありがとうございました。<laughs> 次は総理だ。